どうもムンさんです。今回は関東9店舗で開催されている季節の果物食べ放題フルーツパラダイスに行ってきました。現在開催中のこのプランではメロン、マンゴー、佐藤錦が食べ放題です。お高いフルーツが食べ放題なんて神ですね。早速お目当てのフルーツから参りましょう。今食べているのがキスミーメロン。とってもジューシーで酸味と甘さのバランスが取れたメロンです。ちょっと固めでスプーンよりかじった方が良かったかもしれません。フルーツパラダイス限定のバニラムース。この日は赤肉のメロン果実でしたが、入荷状況によって青やミックスの場合もあるようです。あっさりとして甘さ控えめで口どけの軽さもちょうどいいと思いました。クリーム系が重く感じた時に間に挟むのもいいと思います。というわけでフルーツパラダイス限定メニューにある全8種類を持ってまいりました。赤肉メロンはキスミーメロンよりも柔らかく甘みの強いメロンです。こっちの方が柔らかくて食べやすかったですね。甘いメロンの方が好きだよって人におすすめです。マンゴーは大皿に盛ってある中で皮付きのものと種の周りの2種類があり、今食べているのは皮付きの方です。甘みが強くて柔らかい熟したマンゴーですね。ちなみに皮が赤い方がより甘く、皮が緑の方がやや酸味があってバランスがよく好きでした。佐藤錦は小粒ながら甘みと酸味があり、いくらでも食べられそう。私は酸っぱみを感じやすいのでこれでも酸っぱく感じましたが美味しかったです。大福はもっちりですが甘さは控えめ。さくらんぼが中に埋まっていたら面白かったなと思います。いただきますを2回やっていますが、ここからはスイーツパラダイス定番のメニューをいただいていきます。スイパラさんでは常時20種類以上のケーキが並んでいて、どれも美味しいんですけども、私はこのプリンロールが一番気に入っています。マンゴーシフォンは生地にマンゴーピューレがねじ込んであって、色も綺麗なマンゴー色です。すごくふわふわで味も濃厚で美味しかったです。甘いものを食べた後はスイパラポテトで口直し、甘いものしょっぱいものでループできるのがいいですね。このポテトは席に着いた時に店員さんが持ってきてくれます。プリンとハーゲンダッツの組み合わせです。ハーゲンダッツはいろんな種類があったのでもっと食べたかったのと今ちょっと後悔しています。スパイシーカレーとペペロンチーノを持ってきました。
ダブル炭水化物で幸せですね。スパイシーカレーは結構しっかりとした辛みがあって、甘いものの合間に食べるにはちょうどいいですね。思っていたよりも辛口で私は好きでした。結構しょっぱいのでまた甘いものが欲しくなりますね。ペペロンチーノは麺がうどんか二郎のようにもっちりしています。食べ応えがあります。フルーツパラダイスコースでやってみたかったアイスとの取り合わせです。生クリームとバニラアイス、マンゴーのアイスを持ってきてマンゴーと合わせてみました。この組み合わせで食べたかったので、なんとかフォークとナイフを使って格闘しています。マンゴーはとっても濃厚で甘みが強いので、生クリームと合わせるとマイルドな甘さになる感じです。アイスクリームとの取り合わせは、バニラの風味とアイスの冷たさもあって相性抜群です。食べたかったものはあらかた取ってきたので、最後に好きなものとデザートのサラダをいただいて終わりにしたいと思います。さすがに最後にしょっぱいものが欲しくてサラダとカレーにしました。スパイシーカレーは私にはちょっと辛くてマイルドなスイパラカレーです。ごちそうさまでした。